はいどうもこんにちは、ザ・ナチュラル・キラーズです。今日はですね、ベンチプレスをする上で一番何を着てやったらやりやすいかっていうのを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、早速紹介していきたいんですけども、まずこのドライメッシュの T シャツですね。これは吸汗速乾みたいな感じで、ランニングとか、まあ、有酸素、まあ、汗をかくときにすごく着心地よくて、僕も気に入ってるんですけども、ベンチプレスをするときは、このまま寝転んだときも背中がめちゃくちゃ滑るんで、ドライメッシュの T シャツは一番やめた方がいいと思います。で、次に綿素材の、いわゆる普通の T シャツですね。T シャツ地っていうんですかね。はい。なんですけども、僕もこの袖のないやつを気に入って着てるんですけども、これフードがついてるんですね。これフードがついてるやつ結構最近あると思うんですけど、フードがあるとここにこう溜まりができてしまって若干やりにくいんで、おすすめはできないかなと思います。これも被ってやると慣れて別にそんなに気にはならないんですけども、ない方がいいと思います。で、一番その綿素材ですね、僕がベンチプレスのジムに行ってた時に着てた T シャツなんですけども、背中に大きめのプリントが施されてるやつが、ちょっと滑り止めになってすごくやりやすいです。それで一番のおすすめなんですけども、これですね、A7 というメーカーが出してる T シャツなんですけども、さっきと理屈は同じなんですけど、背中にこういうような、グリップがついてるんですね。グリップになるというか、まあ、滑り止めですね、がついてます。これでやると、めちゃくちゃやりやすくなります、本当に。びっくりするぐらいこう止まるっていうか、ビタッみたいな感じで、止まるので、めちゃくちゃやりやすいです。はい。なんかこう、ベンチプレスのフォームを、こう、あまりそんなに、こういう、ブリッジ組んでとか意識されてない方でも、本当にやりやすくなるんで、ぜひ一度試してみてほしいなと思います。はい。この A7 のウェアなんですけど、いろんな種類があります。これは僕が買ったやつは M サイズで、僕は174センチの65キロぐらいなんですけども、今。M サイズなんですけど、ぴったりジャストサイズかなっていう感じです。はい。で、4950円の税金で450。で、送料が700円かかってますので、合計で5650円です。めちゃくちゃいいです、本当に。それで、このグリップが強い T シャツをもし、購入されて、1個だけちょっとあれなのかなと思うのは、あまりにも止まりすぎるんで、最初ちょっとびっくりするっていうか、はい、びっくりします。で、インクラインですね。インクラインのダンベルベンチプレスとかするときに、こう、寝転ぶときに、なんていうんですかね。こう、背中をついてしまうと、そこでカチッとなってしまうんで、そこからこう、肩甲骨を寄せる動作っていうのは若干しづらいです。はい。なので、ちょっとこう、この状態ですね。肩甲骨を寄せて、肩を加勢させた状態でダンベルを持って、寝転ぶ。まあ、インクラインの角度にもよると思うんですけども、まあ、ちょっとこう、背中をついてから動かすのが若干ちょっと難しいかなと思います。まあ、それぐらいですかね。でも、それもやってるうちに慣れてくるんで、最初はフラットのベンチ台でも少しこう、動かすのが難しいかもしれないですけど、2、3回で慣れます。それで、めちゃくちゃいいんで、これを、A7 のウェアを着出すと、他のウェアでやるのがめちゃくちゃやりづらく感じるぐらいいいです。もう戻れないっていうね。もう戻れないな。っていう気持ちにはなると思います。はい。なので A7 のウェアとこのリストラップですね。手首を補強するやつ。これがあればかなりやりやすくなると思います。ぜひね、やってみてほしいと思います。本当にこれで、まあ、一概には言えないですけども、これを着ることで 1.25 ぐらいは重さが上がるんじゃないかなっていうぐらいやりやすいです。ぜひ一回試してみてください。ご視聴どうもありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。